解説の霊夢です。アシスタントのマリサだぜ。このチャンネルでは、第二次大戦の兵器を中心に解説しているよ。今回は、航空朝日昭和16年4月号を解説するよ。航空朝日といえば、戦前戦中のミリオタの愛読書だよな。これが今読んでも面白い記事が満載なんだよね。欧米の軍用機の情報がたくさん載っているよな。一般の人向けの雑誌だから、月刊 CIC のような軍事機密レベルの記事ほどではないけど、かなりマニアックな記事も多いよね。これを読むと戦前のミリオタの人たちが、どれくらいの軍用機の知識があったかがわかるよな。まずは目次だけど、特集が模型飛行機と、標本する軍拡アメリカとなっているよ。特集以外でも、アメリカに関する記事が多い感じだな。折り込みは、アメリカの航空部隊の配置図だね。アメリカ全土にわたって、かなりの数の部隊があったんだな。これは陸軍の97式戦闘機だね。普通院上空を飛行しているらしいな。雑誌内では、日本軍の戦闘機の名称とか、進出している具体的な地名なんかは、伏せてあることが多いよ。その辺は軍事機密なのか。次は、フォッケウルフ FW200 コンドルと、同じく長距離偵察機型のクーリエルだね。次は、B17 の編隊飛行だな。空飛ぶ要塞大編隊という注釈がついているね。説明文には、いつ見てもアメリカの写真は綺麗である。こんな写真を見ると、つい空軍が志願したくなる。というのがまた狙いどころであろう。と、書いてあるよ。なんか負け惜しみっぽい印象なのは気のせいか？やっぱり悔しいよね。次は、イギリスの戦闘機と攻撃機だよ。あれだけの猛攻撃にあってもなかなか参った、とは言わぬロイヤルエアフォースをその使用機から見よう。ということで、ブラックバーンロック、フェアリーフルマー、ブラックバーンボーサの3機種だね。スピットファイアとかホーカーハリケーンじゃなくて、マニアックなものを集めたな。当時の読者は、どう思っただろうね。次は、日本の操縦者を目指す若者の訓練の様子だよ。こんなシミュレーターがあったのか。記事によると、東京陸軍航空学校の生徒が、入学して受ける適正検査の一つみたいだよ。空中勤務者として適切であるかどうかを見極める、検査の一つらしいね。今でもそうだけど、操縦者になれるのは選ばれたものだけだからな。戦闘機パイロットなんて、少年の憧れだからね。このテストの内容だけど、飛行機が乱気流の中にいるかのように、前後左右に揺れる中で、一定方向に飛行させるという、テストみたいだよ。そしてその結果は、紙に出力されるようになっているよ。なるほど、設定されたコースから外れないように操縦するんだな。そういえば、デパートの屋上なんかに、似たようなゲームがなかったか？あったね。ミニドライブに似てるよね。ここからは、アメリカ特集だよ。標本する軍拡アメリカか。写真の戦闘機は、カーチス P-36A らしいよ。これは生産工場か？爆弾層を開いている B-17 と、右下がダグラスの急降下爆撃機工場。左は、ノースアメリカンの練習機と、プロペラ生産の様子だね。注釈には、チャチナノースアメリカンの上級練習機も、これだけ並ぶと壮観である。ハミルトンだかカーチスだかわからないが、とにかくどえらい数のプロペラである。と、書かれているよ。なんだか茶化したような中にも、どこか癒しているようなコメントだな。これは落下傘部隊の訓練の様子だね。説明によると、ドイツのユンカース JU-52 に比べて、アメリカの DC-3 は、速度が速いから引き込み客を出して、速度を落としているらしいよ。これは、ダグラスの XB-19 が組み立てられているところだよ。A 軍のマークの A20 も組み立てられているな。B-19 は、全長40メートル、全幅64メートルと、当時としては相当巨大な機体だね。タイトルは、恐るべからず、になってるけどな。記事によると、内部は暖房装置を有して6000メートル以上の高度で、乗員10名が100時間保ちうる酸素管と電話が24箇所。武装は今まで製作された最優秀機の3倍らしいけど、真相はどうだろうか？で始まって、同機の性能には、疑わしいところだらけである、とも書いてあるよ。ダグラス DC-4 型超大型旅客機が、看板に偽りだらけだったように、おそらくは予想の半分も性能が出ないだろうというのが、今のところ一機種体験である。とか、アメリカ軍当局が、
この時局にわざわざ自ら進んで、この大切なるべき武器の写真を天下に公表するところには、とにかく一応眉唾者である。など、非常に懐疑的だよ。別に知られても構わないと思ったから、公表したんじゃないのか？試作機だけで終わっているしね。実はこの時すでに、B-29 の開発が進んでいたんだよね。次は、速動機装備戦闘機というタイトルだよ。カーチス P-40 の工場だな。ニューヨーク州バッファローのカーチスライト工場みたいだね。昨年秋には、毎月90機納入していて、目下英国に向けてもどしどし輸出されているらしいよ。これは、P-39、F-4U、P-38、バルティヴァンガードだね。こうしてみると、どれも一癖ありそうな戦闘機ばかりだな。P-38 が時速800キロの戦闘機に仕立ててある、ということに対して、記事では、これだけ立派な看板をずらりと並べたアメリカの戦闘機が、果たして断固世界に冠たる優秀性と速度を独占するのであろうか。それは大いに疑わしい。武装した戦闘機が、ドイツのメッサーシュミット競争機の速度を抜くとは、容易に考えられない。と、書いてあるよ。どうせハッタリだろう、というわけだな。でもバルティヴァンガードのコメントには、駅霊のような良い頭の格好を出している。これも問題になる戦闘機である、と書かれているよ。こんなのが実戦投入されたらヤバいという意味なのか？これに関しては、編集部の人たちも危機感を覚えたのかもしれないね。延長軸方式は、結局癖が強すぎたりして、うまくはいかなかったみたいだけどね。次は、秘密のベールを脱いだアリソン発動機、だよ。これはアリソンエンジンの工場じゃないか。ライフ誌に掲載された写真みたいだよ。記事の冒頭には、何事によらず大々的に発表して威張ってみたがるアメリカが、秘密に秘密を保って虎の子としていたアリソンを、ライフ史上に発表したというので、と、書いてあるよ。相変わらずアメリカに対する対抗意識丸出しの文章だな。これが当時の国民感情なのか？まあ、概ねこんな感情を抱いていたんじゃないかと思うけどね。記事によると、イギリスの技術を取り入れていて、マーリン1型の構造によく似ているらしいよ。まあ、どちらも液冷 V 型12気筒エンジンだしな。下級機は、排気ガスでタービンを回すタイプもあるけど、これはマーリンと同じ普通の歯車駆動式になっている、と書いてあるよ。排気タービンを装備したタイプを開発していたことも知っていたのか。次は、アレキサンダー・セバスキー少佐が表した記事を翻訳したものだよ。あのセバスキー社のセバスキー少佐か？そうだよ。戦局を決定する空軍の構成というタイトルで、ドイツの対英航空戦について言及しているけど、これが非常に的確で、示唆に富んだ考察なんだよ。当時終わったばかりの、バトルオブブリテンについての見解を述べているんだな。要約すると、なぜドイツは空爆で、イギリスを屈服させることができなかったのか。ドイツ空軍の問題点は何だったのか。イギリスやアメリカの航空兵力の問題点は何か。アメリカは今後どのような航空機を開発して、どのような戦略を取るべきなのか。で、まとめているんだよ。これはミリオタのみんなも興味をそそられる内容じゃないのか。とても興味深い内容だから、もっと詳しく紹介するね。セバスキー少佐は、ドイツ空軍の A 本土電撃作戦は、失敗に帰したと断ざるを得ない。ドイツの対英攻撃は、明らかに独軍最高司令部の計画通りに発展しなかった。と、結論を述べていて、失敗した原因として、まず陸海空三位一体の攻撃を立案していたところ、実際は空中戦のみの展開となってしまったことを挙げているよ。これはイギリスの戦闘機体が奮戦したからだよな。当時としてはレーダーを使った最新の防空システムがうまく機能したんだね。この展開から当時のアメリカの軍事評論家の多くは結局空軍力だけでは決定的な勝利を勝ち得ることはできない。と結論付けたらしいけど、セバスキー少佐の見解はちょっと違ったんだよ。普通は空軍力だけじゃダメだと考えそうだけどな。彼はどう考えたんだよ。単にドイツがその攻撃に適切な装備に欠けていたと考えたよ。例えとして、歯科療養の小銃で、虎を倒すことはできないからだとしているよ。つまり攻撃力が弱すぎたということか？そもそもドイツ空軍は、大陸の各作戦では共同作戦の一単位として活動していて、出
通過などが短時間に一撃を加えて敵を無力化、機械化兵団を進出させるのが目的だったということだよ。いわゆる電撃戦というやつだな。つまりドイツ空軍は、陸軍との協力なしでは力を発揮できなかったのに、単独で行動したのが、そもそも間違っていたというんだね。陸軍が協力しようにも、海を隔てているからできないしな。そして、イギリス、フランスの航空兵力の問題について言及しているよ。イギリスはその海軍力の伝統を尊重するあまり、進歩の早い世界航空界から置き去りにされ、フランスは誤算なき参謀本部と、不落のマジノ戦を信頼して、その航空力を賃貸せしめてしまった。ドイツはそんな制限はなかったけれども、陸軍の伝統が存在していて、空軍はその補助機能としての役割だったから、英仏海峡と英空軍戦闘機に、欠点をあらわにされてしまったというんだよ。よく分析しているな。アメリカの軍事専門家の中に、ドイツの快進撃を見て、空軍は陸軍との共同作戦でのみ決定的威力を発揮すると、結論を出している者がいるけど、これは重大なる危機の到来に目を覆っているのである、とも言っているよ。表面だけを見て判断すると、もっと本質的なことを見失う恐れがあるということか。このドイツ空軍の失敗を教訓として、アメリカがなすべきことは、多量の爆弾を搭載しうる強大にして航続力に富む、長距離爆撃機を多数建造せねばならぬ、と言っているよ。それがドイツに欠けていた、強力な装備というわけか。多数の重爆撃機で、戦略爆撃をやらなければ勝利できない、ということだね。実際アメリカは、それをやることになるんだな。今、B-19 型500機を有する強国があれば、空軍のみによって、敵国に致命的打撃を与えることも可能な技なのである。と、戦略爆撃の重要性を説いているよ。これは後の B-29、500機編隊を予言しているみたいで怖いな。それを実現するためには、現代航空機の戦闘能力を最高度に結集しうる、独自の指揮系統を有する空軍の最高司令部の確立であらねばならぬ、と、結論付けているよ。いいハードウェアを活かすのは、優れたソフトウェアだというのか？どちらも大事なんだね。この記事に対する、編集部の意見も欲しかったよな。当時の読者がこれを読んで、どう思ったのかも気になるよね。ミリオタのみんなは、どう思ったかな？今回はここまでで、後編に続くよ。ご視聴、ありがとうございました。